今なんでだろう。チャイムが鳴ってる。見てください、今9時から5分経ってますよ。5分？そっか、朝日さんはまだ時計の読み方はわからないんだよね。うん、今日先生が教えてあげるわ。やった。じゃあまず時計のことを教えるね。うん、時計は短いこの赤い針が時間を表していて、で長い針の方を分を表してるんだよ。わかる？だからこれで合わせると何時何分になる。いい？うん、今の短い赤い針は何を指してる？9でしょ。この長い青い針が上の方向いてたら9時っていうの。9時。そう。じゃあこれはわかるかな。はい、これは何時？11時。ん？11時。正解。イエーイ。じゃあ次は、じゃあ次は何時でしょう。3時。ピンポーン。イエーイ。はい、じゃあこれは何時でしょう。12時。12時。正解。イエーイ。すごいね。じゃあ次は本を読んでみましょう。何時半を覚えよう。うん、この長い針が一周回ると1時間なの。1時間。そう。で、この6のところに来ていたら半分回ってるでしょ。うん、で、残りの半分がある。で、そういう時には6のところは半っていうの。じゃあこれは赤い針はどこに来てる？10時半。ね。じゃあ次も問題出すよ。はい。ん？これ斜めになってる。あ、そうだね、斜めになってるでしょ。ここの2と3の間でしょ。うん、で、これを進めていくと、はい、何時？3時。3時でしょ。うん、で、例えばここだったら何時っていう？3時。ブブー。うわー。3時はここの、このね、上の12のところを追い越したら3時。でも、まだ追い越してません、ゴールしてませんっていう時には2時なの。2時。だから、ここはまだゴールしてないから2時半。ピッポーン。2時半。はい、これは何時でしょう。8時。うん？ 8 時？ 8時半？ 8時半。おー、できた。やったー。楽しい。はい、じゃあこれは何時半でしょう。12時半。12時半。これで時計を読むことができたね。うん。それじゃあ次はクイズを出すよ。それじゃあ行くよ。こっち。時計マスタークイズ。はい、7時。7時。7時。それじゃあ次行くよ。10時。10時。やったー。イエーイ。すごいですね。じゃあ次。12時。12時。12時はどうだった？そう。赤い針と青い針がぴったんこだもんね。正解。イエーイ。もう一回したい。バッチリだね。もうこれで時計を読めるようになったね。うん。それじゃあ明日からはちゃんと9時までには来るんですよ。うん。それじゃあこの時計は朝日さんにお渡しします。もう自分のものだよ。うん。先生さようなら。さようなら。
もどっちが早く起きるかな。ギンタ。そうだね、いつもギンタが先に起きてくるんだよね。朝ごはんの時間だよ。うわー、もう8時になってる。朝ごはんの時間、いただきます。いただきます。あー、これアテピの好きな目玉焼き取らないでよ。もう全部食べちゃったよ。朝日、銀太、そろそろ行くよ。はい、はい、ごちそうさまでした。何食べてた。8時半。うわ、保育園の時間だ。保育園に行かなきゃ。8時半、保育園に行く時間です。行ってきます。行ってきます。はい。朝日ちゃん、銀太くん、おはようございます。おはようございます。今遊んでるおもちゃをお片付けしてください。はい。お歌歌いますよ。ありがとおせんべいです。やっちゃおう。ギンタくんがトイレ行ったら、おしっこできました。おお、今ね、保育園のトイレでおしっこしてるんだよね。うん。でもお家ではまだしないんだよね。するする。ほんと3時おやつを食べるよ。おちゃぴは今保育園でどんな遊びが一番好き？かくれんぼとかくれんぼと鬼ごっこ。ハンターごっことかくれんぼと鬼ごっこ。りんくんは保育園で今一番好きな遊びは何？車コーナーと、かくれんぼと砂火だ。それはお家の遊びだね。保育園のおやつではどんなのが好き？プリン。プリンとか出るの？アイス。アイス？うん。へえ、いいな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。先生、さようなら。みなさん、さようなら。明日も元気で参りましょう。お約束、手洗いやうがいをしましょう。
じゃあみんな気をつけて帰ってください。はい、はい、さようなら。さようなら。ただいま。おかえり。くずぶいで。おっとっとっと。保育園楽しかった？うん、楽しかった。かさひ、ぎんた、ご飯だよ。はーい。それじゃあ今からお片付け2分チャレンジいくよ。うん。2分いくよ。うん。できたらこの星のボタンを押してね。うん。よーい、スタート。ペット完了。テキパキタイマースタート。おー、終わった。ピやったね。間に合った、間に合った、間に合った。いやいやいや、いただきます。2103211。いつも6時に夕ご飯食べてるよ。あさひ、ぎんた、お風呂だよ。はい、いつも7時半にお風呂に入ってるよ。気持ちいい、気持ちいい。ギター、10まで数えよっか。うん。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。僕お着替えした。もう一度バンバンバン、クレジット回ってバンバンバン。お着替え完了。8時から9時の間はいつも好きなことをして過ごしています。チャピはいつも iPad 見てるかな。うん。ギンくんは見してるかな。うん。それかパパのおつまみを一緒に食べてます。だって美味しいの。そろそろ寝よっか。やだ、また。ぎんたくんは寝よっかって言ったらいつも嫌だって言います。いつも9時半にお布団に入ってます。じゃあおやすみ。おやすみなさーい。おやすみなさーい。